詩編第三巻八十二編アサフの参加神は神の会議の中に立ち神々のただ中で裁きを下すいつまでお前たちは不正をもって裁き悪しき者たちの味方をするのかセラ弱い者とみなしごのために裁き苦しむ者と乏しい者の正しさを認めよ 弱い者と貧しい者を助け出し、悪しき者たちの手から救い出せ。彼らは知らない。また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。私は言った。お前たちは神々だ。皆、意図高き者の子らだ。にもかかわらず、お前たちは人のように死に。 君主たちの一人のように倒れるのだ。神よ、立ち上がって地を裁いてください。あなたがすべての国々をご自分のものとしておられるからです。